野村元助野村元助夫妻。野村元助は、幕末から昭和初期にかけての日本の武士、官僚、政治家、諸家。正二位、君一等男爵。陽名は、半ンタスク、字は綾尾、号は、右中、元健1842年5月18日に、長州藩士、有地目之助の次男として、須王国吉時期、郡長野村に生まれる。はじめ、 萩野のハ明名輪館で学ぶ。1859年4月、江戸駅、長州藩城屋敷内の遊美館で学ぶ。さらに受学者、塩谷桃院から、官籍、経書、歴史を、書家、小島制裁から書道を学ぶ。1862年に帰国して、名輪館社長となる。1863年10月に同じく、長州藩士、野村正菜の養子となり、 1866年2月、家徳を継ぐ、上位を唱え勤労志士として国事に奔走。四境戦争では、当初、藩主側近として働き、小倉城陥落後は、九州方面の軍艦を命ぜられ参謀。前原彦太郎と共に講和談判などの戦後勝利に当たった。1868年に、山口藩三成健康議人兼軍政主事となり、翌年には、 県大三次となる。1871年鑑名により、ヨーロッパ諸国を視察する。翌年3月に帰国すると、茨城県令文部大、進む、学務局長、大多田主学、文部大書機関、元老院大書機関を歴任し、1881年11月には元老院議官となる。さらに博物局長兼務、アジア大博覧会組織、取調べ委員。 内国官僚博覧会員、同票議員などを命ぜられる。1890年に、貴族院が発足すると、同年9月29日に直選議員に任命され、同年10月20日、近景官志向となる。1900年にはこれまでの功績を認められ、男爵を除爵。1927年12月23日に、東京上大崎長者丸の自宅にて没。 去年86、君位等局実大受賞を授与される。晩年は、元県の郷で書家として活躍。日本書道会幹事長、書道奨励会会頭、選書奨励会審査長などを務めた。行商得意都市各地に筆跡が残されている。石碑も多くを手掛け、京都霊山五国神社の木戸更新逃碑、上宇野霊公園の毛利更新逃碑といった直線碑のほか、 全国で40期ほどを確認できる。同じ長州出身の諸家、杉長右、長三州と合わせて、長州三筆と呼ぶことがある。明治の三筆の一人に数える文献もあるが、明治の三筆といえば、草壁明確、中林五地いわ屋十六の三人を数えるのが一般的。プッチーニが長長夫人のオペラを制作する際に、日本の事情や民謡に関して助言した。 当時の在イタリア日本講師大戦綱助夫人、大山久子は野村元助の娘。久子は夫の死後、聖母の園養老院火災にて悲劇的な最期を遂げた。ありがとうございます。